高橋数量は、日本の柔道家。行動官四天皇の一人である、横山作次郎の直弟子であり、切れ味鋭い仕技を駆使した返し技の達人であった。後には、警視庁や陸軍幼年学校、東京高等師範学校等の柔道師範を務めて、多くの行進の指導にあたり、戦前の柔道界を牽引した大家と知られている。 旧高松藩の藩士であった父、五郎と母、マス夫妻の長男として、香川県高松市に生まれる。父の五郎は、水戸藩の星野家に仕えた頃から、水風流を意図して、高松藩時代には、水人流で水術の達人と名を馳せ、また高松松、平家の鉄砲組の当領として、門外不出と言われた、新刀流の二代目師藩も務めていた関係で、数量は、 幼少時より、柔術、剣術、医愛術の手ほどきを受けた。旧正高松中学校に進学すると、同窓には後に正解に進出して、矢次将軍の異名を取る三木武義や、小説家として、文芸春秋を立ち上げる菊池広氏らがいた。しかし1900年6月に、高松名物、夜泣きそばの屋台をひっくり返し食い逃げする事件を起こし、 その首謀者として、奉公処分を受けた高橋は、岡山の関西中学へ、三木武義は、京都の同志社中学校へ、それぞれ転校させられてしまった。高橋の恩師である、鬼横山こと、横山作次郎八段高橋は、その後、志を立てて上京し清城中学校に転じて、行動館へ入門、行動館四天皇の一人である、鬼横山こと、 横山作次郎に可愛がられて、先進稽古に励んだ。この頃の行動感には、三船急蔵や徳、三保、中野正蔵らの顔ぶれがあった。高橋は、足技がズバ抜けてうまく、後の先である返し技に長じて、試合でも稽古でも同じ技は二回目には必ず返して、相手に畳を背負わせた。返し技が不可能と言われる体落ちでさえも高橋に、 かかっては百発百中で返されたという。同じ横山門下の2歳年下であと20段を受ける中野正造は高橋さんの裏技は足払いが上手かったことと間合いの研究に気する前人未踏の裏技の専門家でこれからも高橋さんをしのぐ名人は絶対に現れないだろうと述べ名人、金光や一米もおよそ柔道の達人の技には2つの見方がある。 その一つは、この人以外後にも先にもその技を使いこなす人は、現れないという独特の技の持ち主とした上で、高橋先生の、あの、裏取りは二度と見ることのできない神技であると述べている。行動館では、記載、岡部平太や小方久と、久富達夫、河野達五郎、鈴木清津内幸太郎、志保周平など多くの行進を指導し、 東京市の小石川に今日構えて、警視庁や陸軍幼年学校、海軍経理学校、東京高等師範学校、東京外国語大学、立教大学、早稲田大学、横須賀海軍集会所等の柔道師範も歴任。当時の行動館では、三船急増を頂点とする三船早加かの、地五郎館長の出身母体である東京高師派。 重度教員養成所を B で構成される同友会が台頭し、この群友活況の中にあって、表向きには試合、裏では商談という形で、激しい派閥争いが繰り広げられて、多くの団望者を生み出すに至った。そのような中で、高橋は、段位の派閥争いを嫌い、段位は自分の実力で取るものといって譲らず、1926年の講談社商談審査に、 型の審査が取り入れた際には加納官庁に真っ向から反対して審査をボイコットするほどだったという。この気骨は弟子たちにもそのまま受け継がれ、高橋門下で随一の足技の名手、稲垣茂げるは後に七段を辞退し行動官を猛然と批判したことがあり、また山崎浩二や高橋良介といった教え子もなかなか八段になろうとはしなかった。高橋の風貌は清廉豪直。 丸坊主で方骨に高く、眼光鋭く、拳を思わせる精悍な面構えの持ち主で、洋服嫌いでも有名で、修正和服で通した。柔術が柔道となったのだから、神道と同じく人生の哲学として道義付けをしなくてはならぬ、と周囲にとき、弟子たちからは、コンペ天然記念物とあだなされ異形されたという、大相撲の大西木や寒玉子といった力士に傾向。 つけたこともよく知られている。また、町道場の第二乱発を是正するため、1913年には、第二本指導会を結成、会長に、山下義明を据えて、高橋は、理事長として、手腕を発揮し事態の収束を図った。1916年に、行動官の5段位を、1920年5月には、第二本部特会の教師号を排除している。行動官で、 高橋は、同じ横山門下の徳、美穂や中野正造とは、兄弟のように仲が良かった一方、同じ横山門下で一大勢力を率いた、三船久蔵とは、反りが合わず互いに反目し合っていた。柔道評論家の黒田武氏によれば、正確な記録は残っていないものの、ある時、高橋と三船が組み合った時に、軽快な大さばきで技をかけてきた三船を高橋が、 見事に返して、畳にめり込むほど叩きつけた、という逸話が残っている。なお、高橋は、横山の命日には、毎年欠かさず、墓参りをしており、その技量や生き様に浸水していたことが狙える。高橋はその後も行動官の重鎮として活躍し、1934年の皇太子殿下御誕生報祝天覧武道大会では、府県戦士試合の審判員を務め、 この間1933年に7段、1937年12月には8段を隠居。日本が太平洋戦争に突入して、半年後の1942年4月、病床にあった高橋は、祖国の未来を暗じつつ、名優、三木武義が翌3選挙で翡翠戦当選の法を聞き涙を流して喜び、その3日後に自宅で息を引き取った。 去年57、国別式は5月12日に電通院で取り行われ、送り名は、武徳院百風、道古寺であった。駆けつけた、聴聞客らは、惜しい限りだ、またとえがたい方に亡くなられ痛恨極まりないと、口々にその死を痛んでいたという。高橋は、主号としても名高い恩師、横山作次郎をしのぐほどの、蝶のつく主号で、 行動館内で番付を作れば横綱、大関クラスだったという。また書画をこよなく愛し、刀剣の収集もしていて、その鑑識願は、素人域を脱していた。生涯を捧げた柔道では、諸星一歩も譲らず、妥協ということを一切知らないせいでもあったので、行動館において、死を煙りたがる人が少なからずいたのも事実である。一方で、誰彼となく、持ち込む。 何重の問題を笑いながら快諾し、若い選手たちがダダをこねるような時には優しく意外な手で愛武する一面もあったという。現在は、故郷、高松市の宮脇町にある、うばがいて、志雲山と峰山にかけて霞たなびく優水な山城近くに眠っている。ありがとうございます。